大寄諏訪神社ですね。こちらは本庄市にある神社の一つで、由縁に関しては大堀家ですね、大堀貞次が御前陣を構えて分霊をお祭りしたというのが始まりだそうです。でこちらも公園のこうちょっと隣接するような形であるんですけども、宮司様の在住ではなくて、宮司様のお宅にいるそうなので、もし御朱印が欲しい方はちょっと問い合わせてからでないとちょっと難しいと思います。なんか、ね、部活の声が、運動の部活の声が聞こえますけど、こちらの神社ね、新総祭もされてるそうで、こう隣に墓地がありますね。隣ってこう帰ってくるところにちょっと見えるんですけど、こちら神楽殿ですね。南谷神社という神社もあったみたいですね。額だけありますけど、天満宮はこっち、天満宮こっちですね。二宮神社がなんかどうしたのがあったんだよ気がしますけど、ですね、土壁になってます。これは結構珍しいですね。この辺りは書いてくれてないとわからないこの祠とまあしょうがないですね。金崎神社かな、山陽の神社がありますね。フィードペイがあって、本殿のところが除されたのかちょっと分かんないですけど、で多分この祠が二宮神社の祠で